はいどうも皆さんこんにちは、ゆきです。さあ、今日もですね、ビットコンイン、インスタリアム、リップルと3メからチャート分析していきますので、ぜひ最後まで気軽にお付き合いいただけたらなというところではございますが、本日はですね、7月の4日。 ええ、火曜日でございます。時間がですね、午前11時15分というところで今日の動画を撮影しております。今日皆さんに元気と勇気をお届けしてまいりますよ。パワーということで僕のチャンネルでは皆さんのチャート分析に役立ち情報、日々日々配信しておりますので、今日の動画を見て参考になった方、皆さんの面白かったななんて思っていただいた画面の前のあなた、ぜひですね、チャンネル登録ボタン、そして高評価ボタン、あとはベルマーク通知をオンにしてチャンネル、そして動画の応援をぜひぜひよろしくお願いいたしますよ。ということで、早速始めていきたいんですけれども、最近またですね、皆さん、高評価ボタン、 押し忘れちゃいませんか、ね、少なくなくってきてきま,また僕インタイ退ー言うてあのインドの方の参入がないとまた復活せえへんってなってくるよ。<laughs> あのぜひですね高評価ボタン忘れずに押してもらえると次の動画への活力 ね、モチベーションにつながりますので、えー、そういった意味でもですね、あのー、毎日動画を見てくれてる方は高評価を押してもらえると嬉しいです。はい、次の動画につながります。よろしくお願いします。はい、ということで早速始めていきたいなというふうに思いますが、えー、昨日ですね、お勧めしました、えー、オーバービットですね。まあ、過去にもお勧めしてたんですが、ちょっと久しぶりのお勧めとなります。オーバービットがかなり大きな、えー、キャンペーン持ってきてくれてますので、ぜひですね、えー、この機会にオーバービット、えー、使ってみてはいかがでしょうかというところでございます。えー、KYC 不要。 ね、最近、KYC ね、あの、必須となってきておりますが、流れがありますが、えー、まだオーバービットは、えー、KYC 不要で、えー、使用することが可能です。で、初回入金100%ボーナス、みんな大好き。ね、えー、もうすでにですね、昨日の動画で、えー、見てすぐに解説してくれた方、で、入金してくれた方はですね、なんとも即日配布となっております。配布もめちゃくちゃ早いんで、あの、ぜひですね、えー、使用してみてください。この機会にですね。 はいであのズーム X やと200ドル入れないと200ドルもらえないんですがオーバービットはね累進性というかにしてくれました。 あのまあ要は100ドル以下やとちょっともらえないんですが100ドルの入金で100ドルのボーナスね150ドルで150ドル200ドルで200ドルえっていう形で100、150、200っていう形の累進性というか1個ずつね段階作ってくれたんであの皆さんのニーズに合わせてねあのボーナスもらうことができます100%ボーナスもらうことができますのでぜひこちらはえーこの機会にですね参加してえーボーナスもらっちゃってくださいえ参加方法はもうめちゃくちゃ簡単です僕のこの動画の概要欄もしくはコメント欄の一番上の固定 コメントですね。の一番上にある URL どちらでもいいです。オーバービットの講座解説はこちらっていうね URL から、えー、講座解説できます。こちらクリックしてもらうと。 このサインアップの画面ですね、になりますので、こちらからメールアドレス、えー、パスワード、えー、で利用規格に,ど、えー、規約に同意するにチェックボックスにチェック入れてもらって、口座解説ボタンを押すと。まあ、あとはもう普通の、あのー、一般的な仮想通貨取引所の解説方法と一緒なので、こちらから口座解説してもらったら、もうすでに条件はクリアです。あとはもう初回入金するだけ。で、あのー、注意点としては初回入金になるので、初回入金でちょっとね、あのーまあ、仮想通貨の基本っちゃ基本やね、申し訳ないんだけど、そのテスト送金で10ドルだけ送って、ちゃんと入金 確認しててから次の本送金するっていう形が、まあ、基本なんですけどそれをしてしまうと初回入金の枠に10ドルって引っかかってしまって次200ドル入れたとしても10ド,ルド10ドルの初回入金と計上されてしまってボーナスゼロになっちゃうので今回に関してはゴックスに細心の注意を払いながら、えー、100150200どれでもいいですが、えー、自分のえー できるね、えー。入金をしてもらって、ボーナスを受け取ってもらうという形で、えー、してもらえるといいかなと思います。でも即日、えー、配布してくれますので、そのボーナスを使ってトレードしていくというところですね。で、一応ね、あの、オーバービットの、その、ちょっとね、アプリがないんで、UI 見せようかなと思うんですが、これがね、あの、ユーザーインターフェース、まあ、皆さんが使うトレード画面ですね。ほぼほぼ見たことあるやろ。うん。で、しかも、オーバービットのメリットとしては、これ、 fxgt やと mt5、mt4 使わな,なかったやん。Uh, mt5? ちょっと、あの、おえってするってなる。みんななるやん。<laughs> そう、オーバービットはこの UI。もう要オリジナルの、まあ、バイビットとかズ,ズーム X とか一緒のトレード画面。この画面で、為替できます。はい、これ、フォレックス。ね、これで、見てください。AUD。なんでもあります。ね。ちょっと、まあ、その分ね、仮想通貨、え為替ともにね、若干銘柄数は少ないんですけど、まあ、 これだけやったら十分ですよ。はい。ドル円もあるしね。はい。ドル円、えー、ユーロドル、何でも使えます。はい。為替もできるし、それこそか仮想通貨も触れ、触れます。ただ、仮想通貨の銘柄で行くと、また、あ、他銘柄に比べる、あの、他取引所と比べると、若干銘柄数は少ないっていうのがちょっとデメリット。ただ、えー、この画面のまま、ドル円使えるってすげーよね。<laughs> はい。っていうところなんで、ぜひ、あの、使ってみてください。あとはね、このロケットゲームっていうね、ちょっと面白いゲームがあったりとか、これ一回開いてみて。開いたらすぐわかるから。はい。えー、こういったゲームとかもあったりとか、まあ、自動売買 のボットですね。を自分で作れたり、え既存のものを使えたり、えー、結構ね、使い方いろいろ、はい、ございますので、えー、こういったタイミングでですね、この、まあ、いろいろ使い方のね、楽しく使えそうな、えー、オーバービットを使ってみてください。はい。ということで、えー、早速ですね、えー、今日も告知はこんなところにしといて、えー、ビットコインのチャート分析から入っていこうかなというふうに思いますが、いや、強いね、やっぱりね、あちょっとけどね、押しが弱いんですよね。この押しやとね、やっぱ入りづらいんですよね。うーん、中長期で見てもね。 結局0.238、0.382にも、えー、触ってないような形。25EMA とか 25EMA ぐらいまで落ちてきてくれたら、中長期でもね、スイングレベルでも、えー、ロング打てたんですが、まあ、それはさせてもらえず、ちょっと急ぎ足ぐらいの感じで上がってきてますよというところです。はい。で、昨日言ってたポイントは、ちょっとね、実体でも抜けられてますね。高値の切り下げラインも抜けられてるんで、まあ、かなり強い状況維持というところです。で、こっから行くとね、もうスイングレベルというか、日足、周足レベルでしか抵抗体が出てこなくなります。まあ、ある意味、 あの上昇を期待してる方にするとワクワクしてくるところよね。ここ抜けたら天国かい ってね、ねねなるよどここまででも行こうす矛盾だらけのこの世の中じゃね、うん、何も言えない世の中ですけれどもまあそんなところで、まあ、かなりワクワクする、えー、チャートにもなってきたかなとそろそろ僕もねあウェイクミアップ歌えるんじゃないかなと思ってるよはいまあなんですがまあ一応抵抗体はまだギリギリ残ってるのでそのあたりをちょっと、えー、おさらいしていきたいなというところですねまず一つとしては、えー、ここですね 直近の高値の切り上げラインね。黄色のトレンドライン。プラス直近の高値ですね。えー、3、1、5ぐらいかな。はい。3万1500ぐらいの青い水平線。ね。で、そのまま、えー、赤のチャンネルの上限いっぱい。このあたりがまあ最後の抵抗体かな。冷やしレベルで見れるね。はい。かなと思うので、まあここはちょっと、えー、ケアですね。はい。ロング持ってる方もちょっとケアはしておいてください。3万1500、ぐらいかな。このあたりはちょっとケアはしておくと。はい。で、ちょっと週足に行くけど、週足じゃないともうね、抵抗体が見れないのよ。よいしょ。 次の抵抗体、週足レベルやと、ここですね。100MA。えー、100MA 100ね。MA と、雲、えー、の上限いっぱい。プラス、ちょっとね、髭先で、まあ、レジサポ転換しているようなポイント。3万2250ぐらいから、まあ、500ぐらいまでかな。まあ、週足レベルのバッファ広めに取らせてください。ここは申し訳ない。はい。まあ、3万3000までになるんかな。うん、弱ぐらいまでにな。なるんかな。はい。なんで、3万3000上抜いてくると。 どんと上抜けましてはいええー、が4万8000とかになりますねいや楽しみですねはいまあただですよ うん、やっぱね、堅調には上がってきてくれてるんで、まあこの3万、えー、2000とかぐらい、3万3000ぐらいで、一旦また押し目をつけて、ぐっと押し目をつけて、それこそね、2万8000とか、2万7000ぐらいまで押し目をつけて、ぐいぐいぐいと上がってくるところまで想定はしておかないといけないよ。なんで、えー、こっからですね、そのまま4万8000ってなると、まあ、ちょっと無理がある。やっぱり、まあ、車と一緒でね、ガソリンが必要なんですよ。燃料が必要。 なんで、ガスケツなったらガソリンスタンド寄りますよね。その車と一緒で、どっかしらでエネルギーは切れます。なので、えー、一旦ですね、おしめを作ることによって、えー、エネルギーを補給しに行くっていう可能性はありますので、ね、そこはしっかりと想定しておかないといけないよ。あの、やっぱ初心者の人で悪い癖というか、上がってくると上しか見なくなるんですよ。上だけ、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 だからもう追っかけて追っかけてロングしちゃう。そうすると、ドンと落ちたときに、全部資産なくなって、あれ私の お金はどこですか同情するなら金をくれって言うわけですよ。うん。言えなき子かっつって。足立海かっつってなるわけですよ。おーお前は足立海かってなるわけですよ。うん。大事なことやから2回言ったよ。うん。同情するなら金をくれ。足立海かうん。3回も言っちゃう。うん。ってなっちゃうんで、一応下がる可能性はあるっていうところはしっかりと押さえとかないといけないよ。うん。例えばやけど、ここもそうやったもうバリバリ上がって、もうこのままねえ、高値更新するんじゃないかなとかって言ってる人もおった。 ね、そんなことはなくね一回2万5,000までしっかりと押し目をつけてエネルギーを貯めてまた再度上昇に転じたわけじゃないですか。ってことは基本的にチャートは上がったり下がったりラジバンダリなってしながら上がっていくんだ上がったり下がったりするんだっていうところは抑えておかないといけないよ。そこはもう基本中の基本をやっぱり見失っちゃう。うーん だから、ここはね、しっかりと抑えた上で見ておくというところですね。はい、なんで、この後、三万、えー、最終ね、え、三万三千、えー、から3、三、え、三万三千弱ぐらいが。最後の抵抗体になるんですけど、週足レベルの、えー、百 ma。もしくはね、これね、ちょっと被ってるところがあるんですが。月足。 突き足の 25MA っていうところもあるんですね。はい。なんでここはやっぱちょっと注目です。はい。抵抗、ここの抵抗体抜けれるかどうかっていうところも注目。で、ここで一旦押しを作ってくる可能性もあるんだっていうところは、しっかりと押さえておくっていうところですね。はい。なんでまあ、そのあたりが、今現状が、えー、把握できる抵抗体。最後の抵抗体と。まあ、しい、恥ずかしい、お前派ですね。 はい、この辺りはちょっと注目。なんで3万3000円抜けたら僕もね、あの気持ちよく上組アップ歌いたいなと思います。皆さんと一緒にね、はい、歌いたいなというふうに思いますが、えー、そんなところ、えー、注目しながらまあ、短期の動きをちょっと拾っていこうよと、美味しくいただいていこうよという感じですね。まあ、昨日に関して言っても、えー、昨日の動画の後ですね、まあ、こっからはロング打てないよねと、えー、もうちょっと伸びた後にショートだよねっていう話をしたんですが、その後ですね、一旦やっぱおを作ってくれましたね。で、ここに対しては僕がいつも言ってる大事なラインやでって言ってる 25EMA25、e まあ要は期間25の、MA えー、EMA ですねここにしっかりとタッチをしてくれて要は買うタイミングを与えてくれた後のこの伸びですよ。 だいたいねえー、と3万500600弱ぐらいかな3万600ぐらいから、えー、3万1400までかななんで、まあ、約、えー、800ドル幅ぐらいの幅を上がってくれてるんで短期といったら十分おいしくいただけるポイントですよねだからこういうところをしっかりと逃さずにしかもこれね見てもらったら分かるように直近の高値に対する裏タッチングロペスのパンパース買いも効いてますよいしょ 裏タッチンングロペスのパンパス買いだからここは2本の矢25の期間の EMA、MA で考えると3本の矢が揃ってるポイントいつも僕がやってる3本の矢理論ですねここに対する裏タッチングロペスのパンパース街がしっかりと決まったよっていう実例でありますねなんでこういったところをしっかりと、まあ、情報として僕のチャート分析を捉えてる方チャート分析のやり方を学ぶという視点で見てくれてる方でいくとここはもう十分 もうみんなの目から見てももう明らかに取れたよね。はい。っていうところなので、まあこのあたりは美味しくいただいてくれたかなと。で、こっからですよね。だから、こっからのポイントなんですけど、まずショートを打ちたい方でいくと、えー、ここで落とすかもしれないけど、ここに関していくと、もう、えー、とタッチして上抜けられてますから、新たに何かしらのチャートパターンが出るまでは待たないといけない。例えばやけど、頭剣での。 このね、高値県でのディセトラーとかね、もしくはダブルトップであったりとか、もしくは逆三、あ、違う、逆じゃうんゾ三尊であったりとかね、2ブラされるかどうかぐらいの感じの、えー、作りをしてくるまでは、やっぱりショートは打てない。だから次、ショート狙えるポイントって言ったら、さっき言ったポイント、ここですね。この三本の矢が、えー、あのー、ポセイドンのね、三つ鉾かっていうね、えー、いう感じの、ポセイドンの矢がここにありますが、まあそういったところの、このね、 あたり大体いい3万1500ぐらいかな500ぐらいから600ぐらいまでこのあたり付近から、えー、売り出していけるかなというわけですねこのあたりまで、えー、突入してきたら売り始めるもしくはまあちょっとねこのあたりで差し値でうねあの強く上がってきてるわけだから逆張りになっちゃうんでショートに関して言うとねはいこのあたりちょっと差し値でロショート打つの難しいな怖いなっていう方は怖いな怖いなっていうね毎順次が言ってる人ねはい毎順次が言ってる方に関してはここに関してはやっぱりねチャートパターンが出てくるまでちょっと待つと。 はい一旦待ってからのショートを打っていくというところかなというふうに思いますでロング打ちたい人これもね難しいんですよやっぱりねサイドの押しを待つしかないここに関してももうここまで伸びきった後にこっから伸びれる後ってねこんだけしかよはないわけですよ狙える幅ってねそれを追っかけてロングはちょっとリスク高すぎうん高杉謙信うんこれに関してはねリスク高すぎ謙信なんですよ <laughs> 大事なことやから2回言うけど言えなき子に続きねうんだから一旦やっぱね押しを待ってほしいなと思いますまあさすが25英明25英明こんだけねサポート効いてるんやったらここでもやっぱ効いてくる可能性はあるから25英明25英明のサポートを待つとかもしくは3万1000ですよねここの直近のえ水平線ねえ2点ヒゲ先で効いててひげ1回抜けかけたけど結果じ実態で抑えられたレジサポ転換を待てる。 え展開ですよね2、まあえー、3万1000この辺りのサポートもしくは 25EM25EM この辺りまで下がってくるまあこっから買い下がってもいいと思うけどねレバレージによってはねはいこの辺りを買い場として待っておくっていう感じかなロングの、えー、エントリーポイントとして待っておくっていうところかなと思いますうーん上に伸びたら今度はショート狙わざるを得なくなってくるんで上に伸びた場合はショートかな うん、でさっき言ったみたいにこの3万千、えー、600ぐらいまでここ上抜けられた場合は結局3万3,000までの上値落ちが出ますから今度は上,、えー、上値落ちが狙える、えー、幅がねできますから今度はこれに対する裏タッチングロペースのパンパスが狙っていていいと思ういいと思う。 いいと思うよいいと思うから、えー、この2パターンかなと思いますロングに関してはねここまで落ちてきたところを拾っていくかもしくは上抜けた後の裏タッチングロペースのパンパス外を狙っていくショートに対してはここまで上伸びするまで待つかここで落としてくるんであればね、えー、この辺りで出てくるチャートパターンを、えー、踏襲して、えー、トレースして、えー、確認してから、えー、エントリーをするという感じでいいんじゃないかなと思っとる次第でございますね、うん、そんなところですよ ビットコインに関してはね、はいまあ、とりあえず今、現状は強い状況なので、まあ、上はやっぱり、えー、上の余地はだいぶ潰してきましたね、あとはそのあと、えー、の,の展開に備えておくという感じにの今、現状かなというところですね、このあたりを参考にしながら、皆さんのシナリオ作りにお役立ていただけるといいかなと思っております。はい ちょっっっとととこうなててくるるるダブルトップも怖いよねとかってあるよねねいろいろかかああら、うん、そのあたりちょっとね、えー、いつもの僕のチャート分析を、えー、見てくれている方であれば、えー、ある程度ね、えー、想定はできるかなと思います。はいでは続きましてが、えー、イーサーのリアムちゃんでございます。よいしょ。イーサーも強いね。 うーんイーサーに関してはね、今現状短期でも拾えるポイントに来てるから、そこに関してはね、押さえておいてもいいかなと思います。まあ、昨日言ってたえポイントですね、になってるんで、まあ、そこに関しては、昨日の動画も併せ持ってね、見ながらっていう感じですが、まあ、とりあえず強い状況は維持と。 はい、こっから一応ね、2000までの上値値値は出てます。昨日も言ってるけどね。はい、2000までの上値値値は出てますので、こっからはやっぱ拾っていく想定でいいかなというふうに思ってます。はい。最終防衛ラインは4時間してみた時の、このやっぱりね、25EMA と 25MA のずっと絡んでますね。絡みきしているね、えー、ところ。プラス、えー、直近の高値に対する裏タッチングロペスのパンパース買いを狙っていけるかなと思うので、短期ではね。 た、はいまあ幅で言ったらまあ70ドル60ドル幅ぐらいかな。なんでまあビットコイン換算すると600ドル幅ぐらいの間隔の、えー、要は短期のね、えー、トレードになりますがここは狙っていってもいいかなというところですね。はい、ただこの25円目終わってくると、まあ、直近ねサポートラインで強いんでまあサポートとしてえ出てきてねそれこそ。 まあ3ン作りにくるけどダブルトボトムになって右肩ダブボを作って、えー、再再度上昇してくるっていうパターンもあり得るしそのまま一旦押すけどもう V 字回復でね高値更新してくるっていうパターンもあるからまあ完全に弱くなるっていうわけじゃないんやけど3ン型を、えー、想定しないといけなくなってくるんでまあ五分五分のような形、うん、今のさっき言ったねこの えー、1940から35ぐらいこのあたりの裏タッチの、えー、裏タッチングロペスのパンパースがを狙うやったら強気のロングですね、まあ、大体73ぐらいの間隔、えー、ロングが7、えー、ショートを4、えー、ショートを3、えー、ぐらいまで落とし込めるねはい、えー、ロングなんで強気のロングを打てるのはここまでただここでもう一旦ロング打っていいんですけどちょっと感覚的には5分5分ぐらいまで戻される、うん、ショートの可能性も出てくるよねっていうところは押さえといた方がいいかなはい で、このね、えー、黄色のちょうどトレンドラインが最終、えー、勝負のポイントになるかなと思うんですけど、ここを割ってくるようであれば、一旦やっぱね、押さえ、えー、押されて、えー、それこそ1800前半ぐらいまで、えー、戻される可能性があるんで、まあ、ここは一本、えー、ショートを持ってもよくなる。要は、両立てしてもよくなる。ここはロング一本でいいです。ロング一択でいいです。関東さんの言葉を借りるなら、ロング一択であるとっていうね、うん、ジークジオン、ジークジオンですね。うん、ジークジオンポイント。うん、ここはもうロング一択でいい。 でただここ割ってくる場合はここでロング1本売っていいけどここでショートも持っときたいなーってなっちゃうよねーっていうところ。はいで、えー、ダブルボトム組むんであれば結果ロングは損切りになるけどここでねロング、えー、持ってるポジションが伸びていってくれるわけだから結果相殺できる。まあここはリスクヘッジのショートなんでまあロングが伸びてくれればまあ倍ぐらいのね利益が出れるような2対1ぐらいのロングとショートの比率で持っといてもいいかなっていうポイントやけど。 まあリスクヘッジのショートは持っとかないといけなくなっちゃうよっていうところですねはいなんでこのあたりは、えー、ぜひですね参考にしてみてもらえるといいかななんて思ったりなんかしたりね、えー、処理し,しておる次第でございますはいさあでねえーと日足レベルで見とくけど日足レベルで見てもちょっと急いだけどまあ結果的にね逆算数ですね算数がスン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 してるわけですからまあ結果的にこの幅 での、えー、上昇は、えー、しっかりとね、えー、想定はできる状況にはなってます。まあ2000っていうところはね、えー、途中で、えー、一旦ね、部分利覚はかまさないといけないかなと思ってるポイントやけど、まあそれこそ直近の高値である2150、えー、ぐらいまでの上値余地は十分出ておりますので、まあそこはね、えー、今現状この辺りでロング持って出てる方はもう十分期待していいかなというふうに思ってます。 ただまあ全幅の信頼を受けるのかって言われるとそうでもないからまあ部分に書くは必須かなちょっとポジション軽くして、まあ、精神的にねあの負荷を減らしてあげると、まあ、長く持てるかなっていうポイントではあるかなとは思います。はい、でその2150も上抜けれるんやったら次の、えー、抵抗体は2500ですね。2500。 うん、それも抜けてきたらもう次3500ですねおおもう素敵ですねワクワクしますねこうなってくるとワクワクする僕もウェイクムアップが歌いたくなってくる季節になりましたね夏やしうんまあこの辺りを見ておいてもらえると、えー、短期も小、えー、中長期スイングのレベルに関してもポジション取りやすいかなと思いますのでこの辺りは是非ですね、えー、参考にしてみてくださいはいでは続きましてがあ立法さんに行きたいなと思います立法さんに関してもですね まあ、やっぱ LINE は効くんですよね。立方さんもね。うん。これ見てください。昨日言ってたね。三角持ち合いっぽい形になってるよ。言うてね。はい、えー。そこできっちり抵抗されてくれる。ああ、わかりやすい。ねえ。接しやすい。ねえ。これ接しやすいですね。はい。ただ、今現状ですね。えー、200EMA を上抜けた後、200EMA のサポートも入ってます。なんで今、こう、サンドウィッチ伯爵ですね。はい。あの、やっぱりポーカーしてるときに、あの、お手手が汚れるのが嫌やから。うん。どうしてもこう、パンで挟んでほしかったんでしょうね。うん。お手手汚れるから、言うて。 パンンでで挟んでくれ言って美味しいしのサ,サンドイッチでー言って、うん、何の話してるんこれ大丈夫 <laughs> 次いけるみんな <laughs> 大丈夫かなはいなんですけど、まあ、一応こう200円目の上抜け、えー、っていうところから上、えー、200円目のサポートプラス、まあ、直近の高値の裏立ちですねでサポートを、えー、測っているような形でここを上抜けてくるんやったら上の余地が、えー、だいぶ生まれるんでそれこそ 200MA ですね。えー、のあたり0.5ぐらいまで上,上の余地が出てくるんで、ここロング1本ありかなと思ってます。はい。雲の上限の裏タッチもあるんで、まあ3本の絵が揃ってるポイントにもなるからん、このあたりは1本、まあロング持っといてもええんでねえのっていうね。えんでないのえんでないのっていう感じは思ってるので、まあこのあたりは短期も込みで、えー、ロングは1本ありかなと。このまま、えー、ここでね、サポート、1時間足の 25EMA とかもね、含めれるんで。 まあこのあたりで背にしてロング。で25位目25位目割ったら損切りしてもらって、そのまま上伸び。このね、直近めっちゃ効いたここも見てよ。もうだからね、意識してるんよ。リップルのリップラーさんたち、今リップルをトレードしてる人たちって、あのトレードをね、一番忠実に勉強した人たちじゃないかなと思ってる。<laughs> こんなライン聞くんやったら、多分一番忠実にあのトレードを勉強した人たちが、素直な人たちが多いんやろな。うん、ピュア。 うん、君の見つめる先が希望に満ちていてほしいイグザイルですね、うん、<laughs> イグザイルの「ピュアをちょっと歌ってみましたけどあのピュアなんちゃうかなと思ってます <laughs> こんだけヒゲ先で聞くねんでこのたった2点しか聞いてないトレンドラインが まあなんで、ここ上抜けれると、多分ね、0.5直近の高値ぐらいまでは上げれるかなと、0.5付近まで上げれるかなと思うので、まあそれを見越したロング、短期のロングは1本あり。で、その後はもうね、0.55までえ上、上値落ち出ちゃうんで、出ちゃうっていうのもおかしいけど、うん、出てくるから、まあ、あの、かなり、あの、期待値が高いロングになるかなと思います。この短期のロングはね。はい。ただ、これね、インスタリアムと一緒で、ここ割っちゃうとね、この0.48かな。 0.485ぐらいかなこの辺り割っちゃうと3ゾーン型が怖くなってくるんでまあ、ちょっと一旦あのロング強気のロングからまあ、消極的なロングに切り替わってくるからそこに関してはちょっとリ、えー、イーサリアムの、えー、戦法というか戦略をちょっとトレースしてもらえるとまあ、分かりやすいかな大体のエクラインが0.48ですねここかなこの,この辺ちょっとゾーン入れとくけどここ。 ここがネックラインになる三層見えてくるよね。ここ割ってくるとね。ここ割られました。ね。そうすると、ここが左肩群できてくるから、ね。頭作られて右肩、ね。しかもちょうどね、この裏タッチでショートを打てるよね。っていうことは、ここでロングを打って、ここでショートを打って、で、再度ここでロング打ち直して、で、ダブルボトムに期待するけど、ここでね、え割られてくるんだったら、このショートを伸ばしていって、このロングでね、えー、え 被った負債をこのショートで、えー、プラマイゼロもしくはプラスにの、えー、戻すみたいな感じのイメージかな、うん、のポジショニングになるかなと思うので、まあ、このあたりは、えー、このあたりを参考にしていただきながら、えー、参考にしてもらいながら、えー、皆さんのシナリオ作りにお役立ていただけるといいかなと思います。ほいということで、えー、本日は以上であれ大いとうもう取るしないでございます。<laughs> <laughs> はい。ということでですね、えー、本日も最後まで動画ご視聴いただきましてありがとうございました。今日の動画が参考になったな、旅になったな、面白かったななんて思ってた画面の前のあなたはぜひですね、チャンネル登録ボタン、そして高評価ボタン、あとはベルマーク通知をオンにして、えー、チャンネルそして動画の応援をぜひぜひよろしくお願いいたします。えー、言うのを完全に忘れておりましたが、えー、明日、えー、ですね、お休みです。忘れました。はは。ね。<laughs> 明日休みます。はい。 <laughs> うんえー、なんで次の動画はあさっての、えー、木曜日の動画となりますので、えー、ちょっとだけね一日お待ちください、えー、あとはですね冒頭にも言いましたが、えー、ただいまですねオーバービットでめちゃくちゃでかいボーナスキャンペーン、えー、奪い取ってきましたこれなんででかいキャンペーンかっていうとですね普段のオーバービットの初回入金ボーナスですね200ドル入れても0円、はい、499ドル200ドルから499ドル入れてなんと5ドル 分かるどんだけすごいボーナスがを僕がもうめっちゃ交渉してめっちゃ怒った俺そんな人に怒んの嫌やけどねバイビットと同じで考えてどうするんだと今から頑張るって言ってる取引所なんでしょとやったら気持ち見せてくれないと僕もお勧めできませんよって言ってもう熱く語ってねもう熱すぎて多分向こうメルトダウンしてたと思うわうんそれぐらいもう熱く語ってようやく奪い取ってきたこのボーナスですよ 100ドル入れたら100ドル。150ドルで150ドル。200ドル入れたら200ドル。上限は200ドルね。はい。200ドル以上でも200ドルなんですけど、これに関しては、初回入金ボーナスも併用できるんで、一応こういった形で書いてくれてます。なので、200ドル以上、例えば500ドルとかって入れると、それこそ、ね、15ドルとか20ドルぐらいのボーナスはもらえるので。 まあそれもプラスアルファ考えるとまあ200ドルジャスト入れて200ドルもらうのもいいけどちょっとオーバー気味に入れといてねえその分はえ初回入金ボーナスもプラスしてもらってもらうとまあそれもねあの付加価値としてもらえますからそのあたりもぜひですねえーこの機会にもう7月31日もう多分1ヶ月だけやと思うこれ次やってくれって言,われる言ったら多分嫌って言われると思うから <laughs> この1ヶ月の間にぜひおわびと使ってみて使いにくかったらやめたいねボーナスだけ使って でね、お小遣いにできるかもしくは全部なくなるか知らんけどボーナス分はねボーナス分先に消費されるわけやからね自分の資金は一切傷つかないそのボーナスの200ドルを使って,あの使ってみてねボット使ったりとか自分でトレードしたりとかねそれこそねロケットゲームやってみたりとかね楽しんでみて結果いまいちやったなと思ったら自分のに自己資金200ドルは出金してねオーバービット使いませんにしたらいいやんその選択肢の一つとして今絶対 具体的にあのお得な状況で始めれるわけやからこの機会に始めなバカだぜっていうことですよはいなんでえぜひですねあの一旦使ってみてくださいはいで使いにくかったらやめたらいい うん、それは皆さんの、あのー、判断に任せるし、うん、じ皆さんの、えー、と感覚が一番大事なんで一回使ってみて使いやすかったら使い続けたらいいし使いにくかったら使うのをやめたらいいだけ、うん、自分の資金はつ汚さずに、えー、できるタイミングが今だけなんで、えー、この機会にですねぜひオ、えーバービット使ってみてくださいはいということで、えー、本日は以上で終わりたいと思いますまた明後日の動画で次の動画でお会いいたしましょうバイバイ 最後までご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちら。チャンネル登録はこちら。サブチャンネルのチャンネル登録、そして Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。パワー